古橋博之信、古橋博之信、古橋広之信、1928年9月16日から2009年8月2日は、日本の水泳選手であり、スポーツ指導者、日本大学名誉教授、1928年9月16日、静岡県浜名郡有投町、現、浜松市西区にて生まれる、日本大学法文学部、現在は、 法学部政治経済学科卒業。第二次世界大戦終了後の水泳会で、次々と世界記録を打ち立てて、藤山の飛び魚の異名を取った。現役引退後は、大道京里に入社。その後、母校、日本大学の教授や日本水泳連盟会長、日本オリンピック委員会会長を歴任した。2009年8月2日に、 世界水泳選手権が開かれていたイタリア・ローマにて、隠し。優等小学校4年の時に水泳部に入部。当時、古橋が通っていた学校の水泳部では、浜名湖での演泳が伝統的に行われており、古橋は6年生の時100メートルと200メートルの自由型で学童新記録を樹立した。その際、新聞報道で豆魚雷との異名を付けられた。その後、 浜松第二中学校、現、静岡県立浜松西高等学校へ進学した、ものの太平洋戦争の激化により水泳を続けることができなかった。学徒勤労動員で、砲弾工場で作業していた際に旋番に、左手の中指を挟まれ、第一関節から先を切断するという事故にあっている。事故にあった頃は、もう泳げないとかなり落胆していた。 日本大学進学後に水泳を再開。この頃の思い出として、古橋は国民体育大会に出場するために、東京から兵庫県の宝塚市へ向かう途中で、汽車賃がないので列車に無陳乗車して乗り継いで、やっとのことで宝塚に行ったことを語っていた。1947年の日本選手権では400メートル、自由形を4分38秒4で優勝し、 公式記録にはならなかったものの当時の世界記録を上回るタイムを出した。敗戦国の日本は1948年のロンドンオリンピックへの参加が認められなかった。日本水連は日本選手権をロンドン五輪の水泳競技決勝と同日に開催し、古橋は400メートル自由形4分33秒4、1500メートル自由形で18分37秒0を出し、 ロンドン後、我が根メダリストの記録及び当時の世界記録を上回った。同年9月の学生選手権の400メートル自由形では自己記録を更新する4分33秒0、800メートル自由型では9分41秒0を出しこれも世界記録を超えた。これらの記録は日本が国際水泳連盟から除名されていたため、世界記録としては公認されなかった。 敗戦直後で日本人の多くが苦しんでいる時期に世界記録を連発する古橋は国民的ヒーローであった。1949年6月に日本の国際水泳連盟復帰が認められ、古橋や橋詰シロ郎ら6選手は8月にロサンゼルスで行われた全米選手権に招待されて参加し、400メートル自由形4分33秒3。 800メートル自由型9分33秒5、1500メートル自由型18分19秒0で世界新記録を樹立し、アメリカの新聞では、藤山の飛び魚を、ザ・フライング・フィッシュ・オブ・藤山と呼ばれた。この遠征は、サンフランシスコ講和条約締結前だったこともあったこと、米ドルがなかったため日本水連幹部や、在米日系人からの寄付で実現できた。渡航前には、 GHQ のダグラス・マッカーサー元帥や昭和天皇からも励ましを受けた。戦後間もなかったこともあり、大会前は米国民にジャップと呼ばれることもあったが、大会後は一躍ヒーローとなり、ハリウッドではボブ・ホープラにサインをねだられた。1951年に日本大学を卒業後、大道オリに入社、幾ともの大企業や、 役所などから特別待遇での誘いを受けながら、あえて車業との両立を目的に同社に入社したという。同年、第1回日本スポーツ賞受賞。1952年、日本選手権では思うような記録が出なかったが、その年のヘルシンキオリンピックに出場。しかしすでに選手としてのピークを過ぎていたことと1950年の南米遠征中に、 アメーバセキルに罹患し発症していたことが響き、逸は本番では400メートル自由型8位に終わった。この時、実況を担当した NHK の飯田次男アナウンサーが涙声で、日本の皆様、どうぞ、決して、古橋を攻めないでください。偉大な古橋の存在あってこそ、今日のオリンピックの正義があったのであります。古橋の偉大な足跡を、どうぞ皆様、 もう一度振り返ってやってください。そして、日本のスポーツ界と言わず、日本の皆様は、温かい気持ちを持って、古橋を迎えてやってくださいと述べたのであった。引退後は社業に勤める傍ら、水泳界の発展に尽力した。1966年には、大道京里を退社し、日本大学専任講師となるとともに、日本水泳連盟役員となった。 1969年東京都品川区大井に品川トビウオスイミングクラブ1970年トビウ魚杉並スイミングクラブを設立後に倒産。1985年には前年のロサンゼルスオリンピックでの選手大麻吸引事件による役員刷新で日本水泳連盟会長に就任し神戸市で行われたユニバーシアード大会事務総長となった。 1990年から1999年までは日本オリンピック委員会 JOC 会長となり1996年のアトランタオリンピック日本選手団団長を務めた。また、1993年に設立された日本学生トライアスロン連合の初代会長も務めた。また、亡くなるまで日本オリンピアンズ協会の名誉顧問も務めていた。 2008年11月3日に、オリンピック出場経験者としては初、日本スポーツ界の人物として二人目となる文化勲章を新受された。2009年2月7日に、故郷の浜松市に、古橋博の新記念浜松市総合水泳場、愛称、トビオがオープンした。二千九年六月十五日、日本水連は競泳日本代表の愛称を、現役時代の 富士山の飛び魚という異名にちなんで、大会を突き進む、飛びオのように飛躍してほしいとの意味を込めて、飛びオジャパンに決定したと発表した。1976年より、国際水泳連盟の副会長を務め2009年7月24日に、ローマで開催された総会でも再選されたが、その9日後の8月2日午前中に、現地のホテルの部屋で亡くなっているのが発見された。 海名は、大寺市院永心、広道小児。死因は、急性心不全であり、突然死だったことを記者会見で、日本水泳連盟が明らかにした。1938年8月10日、第14回関東水上選手権大会において、天野富勝は1500メートルで18分58秒8、途中1000メートルで12分33秒8の、 世界新記録を出して、1939年の朝日体育賞を受賞している。2000年にシドニーオリンピックの水泳代表選考をめぐり、代表の線に漏れた千葉祖父が、スポーツ仲裁裁判所 CAS に、選考基準が不明瞭であるとして、仲裁を申し立てた。当時日本水泳連盟会長であった古橋は、選考に問題点はないという姿勢を貫いた。 最低では選考結果自体の見直しには至らなかったが、日本水泳連盟側にも選考基準の曖昧さがあったことを認め、仲裁費用の一部負担を言い渡している。なお日本水泳連盟は、この最低を受け、シドニーオリンピック以後の国際競技、大会選手選考に際し、事前に派遣標準記録を設定、公表した上で、 日本選手権水泳競技大会競泳では標準記録を突破で決勝レースで2位以内に入選した選手を自動的に代表選出するシステムを採用した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。